完璧です。どうもさっ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 、ちょっと行き急ぎすぎましたね。気持ちが先走りすぎるとね、言葉がついていかないんです。今回はですね、この間私がヒルナンデスで作らせていただいたヨーキムっていうですねレシピでございます。これがね、マジで評判良かった、スタジオでね。じゃあ餃キムって何なんだって、まあ餃子とキムチを合わせたレシピなんですけども、すげえ簡単なんで、もうやってった方が早いと。今回は冷凍餃子使ったですね、超簡単にできる超絶おつまみ餃キムを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずね、もう材料紹介です。味の素の餃子、味の素の餃子がいいです。なぜなら僕が好きだからです。で、キムチです。キムチはまあ日本産の甘めのキムチだったら何でもいいんですけども、まあ、僕はご飯が進むか僕うまが好きですね。今回はご飯が進むを使います、はい、で、卵1個で完成です。それではですね、この餃キムを作る上で何が一番大切か、やっぱりですね、お酒に合うんですよ、ものすごく。しかもハイボールでももちろんいいんですけども、やっぱり出来上がりを想像して食べるっていうのが非常に大切になってきますんで、今回ですね、ビールです。一番のやつ飲んでいきます。輝く一番星ということでやっていきます。カセットコンロです。で、じゃあここにこれね、油ね、引かないでもいいって書いてある多分ね。一応ね、油引きます。はい。で、これ冷凍餃子これもね、焼いていく。この麺を下にしてください。はい、中火ですかね。焼いていきます。まずは焼いて餃子に焦げ目をつけていくっていうのが大事ですね。だん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 焦げ目がついてる。ほらあ、バッチリです。あ、完璧です。そしたらここにドーン、全体的に炒め合わせていきます。だいたい餃子も芯まで引いてたっていう感じになります。もう完成。お皿に持っていきます。ガサッとね、もう大衆料理ですから。いいですね、この武骨さが。で、まあちょっとね、ネギ。はい、そんなわけでこちらで餃キムの完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。で、皆さんがほぼほぼ忘れてたこの生卵、今使います。この餃子につけていくんです。よく溶いて餃子とキムチ一緒に、じゃあいただきます。これはたまらんわ。これ冷凍庫に餃子とキムチが余ってる方、今すぐやってください。めちゃめちゃうまいです。そして味変換に、やっぱラーの油じゃないですかね。ラー油をちょろっとかけて、合うな。辛みと風味がより際立ってめちゃめちゃ美味しくなります。ビールが合いすぎる、犯罪的だ。さすがにこんなうまいものを独り占めするのもあれなので、カプチャンス。はい、ありがとうございます。斬新ですね。でもいただきます。絶対うまいですよね。涼しい部屋でこれ食べて、そう、涼しい部屋でね、ビール、そう、いやー最高。ありがとうございます。ありがとうございます。出されてるの、はい、ということで皆さん、今日の餃キムいかがでしたでしょうか。いや、これね、炒めるだけなんだけどこんなうめえんだっていうぐらい、これはね、ぜひやってもらいたいです。もうね、ギャンギャンビールになります。これぜひこの冷凍餃子で作る餃キム試してみてください。キャンさん、どっちかというとジャンクな方が好きだよね。ジャンクな方が好き。ジャンクな時を食べてる時が一番なんか表情がいい。大体わかるんだよね、どんぐらいうまいと思ってるか。ただこれはめちゃめちゃうまい。本当うまいですね。
なんか今まで多分一番うまいそうに食ってたのがマッケンチーズでお一番うまく食ってた。